まさか魔王先生とこんな形で再会することになるなんて。そっか、おばあちゃんはグレイスの先生に当たるのよね。ええ、宇宙考古学、異星生物学の両分野において魔王ノームの名前は絶対よ。私と、それにランカさんの母ランシェの死。その話は後でだ。今はユエの町に急ごうぜ。発進してください。機体オールグリーン発進する。もしシェリルの祖母にあたる魔王に何かあったら、シェリルの存在はどうなっちゃうのかしら。それを実地で確認する勇気はないわね。個人の時間線はそれぞれ独立しているというのが理論物理の定説だけど。おばあちゃん、無事でいて。町に着いたが、カムジンの野郎はどこに嫌がるんだ。ニオン、ハーバマールの機体がこちらに接近中よ。ハーバマールの奴らも魔王を狙ってるのか。お前らに構ってる時間はねえんだよ。敵機を確認しました。注意してください。戦闘開始です。シェリルのばあちゃんをさらうにしてはさすがに数が多すぎるだろう。こいつらまさか別の目的でここに。東堂の弟子たちってのはやけに鼻の利く野郎ばっかだ。カムジン、東堂に言っとけ。お前の好きにはさせねえって。俺を怒らせた代金は高くつくぜ。くそ、倒しても倒しても数が減らねえ。いい加減にしなさいよ。私はただおばあちゃんに会いたいだけなのに。これでハーバマールの奴らは片付いたな。で、こっからが本題だ。魔王ノームとやらは俺が預かっていて、返して欲しかったらお前らが知ってる遺跡に関する情報を俺様に教えやがれ。あなたは早く情報をよこせ。さもねえと。わかったわ。その代わり魔王の安全を約束して。いいだ、なら町に来い。そこで話を聞いてやる。お前さんも運がない。起動させる遺跡は6つ、それに対応する歌姫も6人必要。全てを起動させればこの星の異変を止められるはずなの。歌姫、林民名のようなマイクロンのことか。そうよ。そうか、だから東堂の野郎は。他には。遺跡を起動させること、それはあの東堂も望んでいることなのよ。だから東堂は私たちにあえて手を出さないと私は考えてるわ。ほう、なるほどな。ま、
欲しかった情報はあらかた聞けた。マオってやつは返してやる。マオはどこにいるの？この町にある倉庫に入れてある。後で勝手に持ってくんだな。そしてこっからはおまけだ。ついでにハバマール基地の場所も教えてやる。その基地ではミュンってやつを使って何かしらの調査をしてやがったぜ。一体どういう心境の変化だ。お前はハーバマールを裏切ったとしても俺たちに情報を渡すようなやつじゃねえだろ。勘違いすんな。花からハーバマールなんぞ興味ねえんだよ。ここで一番でかい顔してる奴らを潰してやりてえだけさ。サービスはここまでだ。じゃあな。カムジンのやつ、何を考えてやがる。リオン、今はマオの救出を。そうだったな。倉庫を探してみよう。なんだけど、私のことをおばあちゃんっていうのやめてくれない？ごめんなさい。どう説明したらいいかわからないんだけど、私実はあなたの孫で、孫？ああ、そうか。ここは未来の世界なんだから、私の孫がいても。ねえ、未来の私はどうなってるの？孫のあなたがこんなに美人なんだから、きっとすっごいハンサムと結婚したんだよね。シンかな、それとも他の人かな。シンって、ちょっとマオ、だってスーパー美人じゃない。こんなワクワクしたの初めて。ごめんなさい。おばあちゃんとはもうずっと会っていないから、そういうプライベートのことは知らなくて。そっか、それじゃあしょうがないよね。あんまり未来のことを聞いてもその先つまんなくなっちゃうし。そうだ、シンは？マオ、あなたシンと一緒じゃなかったの？うん、私もシンとは会えてないの。ねえ、お姉ちゃんもこの人たちとシンを探してるの？未来のこと聞いたら思んないって言っとったやんけ、マオが。シンっておばあちゃんたちと三角関係だった人よね。シェリル、なんてことを言うの。マヤンの巫女たるこの私がシンとそんな関係だなんて。そもそもそんなことをなんであなたが。未来の世界では映画になってるのよ。マヤン島に降り立ったパイロットの工藤シンとサラとマオ、二人の少女が恋をする映画。映画ってあの動く絵のことよね。すごいすごい。ねえ、映画の中の私可愛かった？実は私が演じて。うわー、可愛い。じゃあ私って未来ではこんな可愛いイメージになってるんだ。なんだか少し得した気分ね。そんな、マオさんの方が可愛いですよ。いつも外の文明というのは私たちの歴史をいいように改変していく。恋だなんて、そんな。まあお姉ちゃんがそうなら私は助かるんだけどね。工藤新か。近代軍事史の授業で習ったことがあるぜ。 VF-0 を飛ばしてた最初期のバルキリーパイロット、
伝説のスカル正体の一人だったはずだ。アルトがシェリルのナイトだとしたら、シンもウロボロスに飛ばされていてもおかしくないわ。お姉ちゃん、私シンを探したいの。きっとシンも私たちを探してると思うんだ。この旅は星の精霊を鎮めて時を正しく戻すというもっと崇高なものなのよ。これは遊びじゃないってちゃんと分かってるの、マオ？分かってるよ、お姉ちゃん。でもまさかこんな形で島の外に出れるなんて夢みたい。マオ、おばあちゃんって結構奔放な人なのね。お姉ちゃんもお世話になってるみたいだし、私もお世話になってもいい？それはもちろん。ありがとう。じゃあこれからよろしくね、みんな。カムジンからの情報でミュウさんが捕らえられている基地が分かったわ。そこは軍刀を統括するハーバマール基地だったはずよ。その基地に向かう。ちょっと待ってちょうだい。周辺情報もなしにいくらなんでも無謀すぎるわ。今一刻でも早くミュンに近づきたい。待っているだけではミュンは助からないしな。探査ポットを動かして基地をサーチしてみたんだけど、活動の様子が見られないのよ。罠の可能性は？さすがにそこまで調べるとなると時間がかかるわ。罠であろうとなかろうと俺はミュンを助けるだけだ。このままじゃガルドは一人でも基地に行っちまうな。しょうがねえ。ガルドの言う通り、まずは基地に行ってみようぜ。